兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ、行くぜ。 本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ、お前。まさか。一体何が。 考えるのは後だ。立てるか。奴らは私をさらおうと。でもなんで。花は、ええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。 大丈夫か、花輪。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。<笑>そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、 賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。
闘で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んださんには金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じように。